In Nazca Plateau, Peru, we can find a line that points exactly in the direction of Mecacava. The line drawn from the right end is a line, but that line also exactly overlaps with a platform in Nazca. Please notice that there is a short but thin line at the entrance to the platform. It is also very interesting to know that this platform looks like a square when viewed from the direction of the takeoff points, and its shape is a shape which looks like a temple called cubic with some towers in Mecacava. ペルーのナスカにはメッカカーバ神殿の方向を正確に示すラインがあります。右から引いてきたラインがその線ですが、その線は一つのプラットフォームと正確に重なります。そのプラットフォームの入り口のところに短いですが細いラインがあるところに注意してください。またこのプラットフォームを離陸点の方向から見ると正方形になり、その形が何本かの塔と並んでメカカーバのキュービックと呼ばれる神殿の形になるのも大変興味深いですね。広林浜松シティジャパン。Islam and Buddhism as brotherhood religions and its proof and evidence on Hiroshi Hayashi's Nazca theory. イスラム教と仏教は兄弟教であった林博士のナスカ理論による証拠と証明。カーバ・メッカにあるキューブの中心点からナスカに向かって線を引いてみます。カーバのキューブです。その中心点からナスカに向かって線を引きます。この黄色いラインはナスカに向かって引いたラインです。その直線はこのプラットフォームのところにやってきます。右から引いてきた黄色いラインに注意してください。このラインはこの左のプラットフォームを正確に横切ります。細いラインが入り口のところにある点に注意してください。で、この滑走路の斜めを横切って、そして左下にその直線が向かいます。このプラットフォームはカーバ神殿の方向を正確に示していることになります。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。細いラインを通り抜けプラットフォームを横切ります。そしてこのラインは上のラインと平行になりながら、そして左下の、隅のところにやってきます。このプラットフォームはカーバ神殿の方向を正確に示していることになります。次にブッダの生まれ故郷と言われているルンビニからナスカに向かって線を引きます。ルンビニです。ランドマークになっています。その中心点からナスカに向かってラインを引きます。そのラインはナスカのこの地点にやってきます。黒いマウンドがある点に注意してください。このマウンドを通り抜けて左の滑走路へとつながっていきます。細い滑走路です。極めて正確にルンビニの方向を示しているということになります。この滑走路、右上から左下へそのラインが走ります。やや、斜めに走るといった感じです。そしてその黄色いラインは左のこの点にやってきます。上のブルーのラインがメッカカーバから引いてきたラインです。下の黄色いラインがルンビニから引いてきたラインです。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。
黄色いラインはルンビニから引いてきたラインです。そのラインはこの滑走路を正確に横切ります。黄色いラインはブルーのラインと交わった後、西へ行けばオリンピア、アテネ、そしてガンダラプスのメッカであるラホールを通り抜けてルンビニへと向かいます。黄色いラインはルンビニラインです。青いブルーのラインはメッカカーバラインということになります。メッカカーバとルンビニは深い関係でつながれています。林博士のライン理論です。上の黄色いラインはナスカとルンビニをつないだラインです。下のブルーのラインはナスカとメッカカーバをつないだラインです。そのメッカカーバからルンビニにラインを引いてみます。左下の黄色いラインがそのラインです。メッカカーバから引いてきたラインです。そのラインはルンビニのこのランドマークの水平線、横線と正確に重なります。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。左下の黄色いラインはメッカカーバから引いてきたラインです。そのラインはルンビニのこのランドマークの横線と正確に重なります。つまりルンビニの横線はメッカカーバの方向を正確に示しているということになります。それだけではありません。このラインはそのまま進む行けばイースター島へ向かいます。イースター島でのエラーは10メートル以内です。つまりメッカカーバとイースター島をつないだその新直線下にルンビニが位置するということです。これを偶然というか言わないかは皆さんの判断にお任せします。西の左へ行けばメッカカーバ、東の向かって右へ行けばイースター島ということになります。こういう位置関係にあるということですね。もう一度簡単に説明しておきます。イースター島です。そしてメッカカーバです。この両者を線でつなぎますとルンビニはその新直線下、エラーは10メートル以内です。エラーは10メートル以内です。つまり偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではない、つまり人為的にこうした、位置がですね決まったということを証明していく、それが林博士のライン理論ということになります。こういう関係にあるということです。つまりこれらは皆エイリアン、我々が神々と呼ぶエイリアンの人為的な操作によってその位置が決められたということです。メッカ・カーバすなわちイスラム教、ルビリすなわち仏教はこうしてつながっています。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。
Hiroshi Hayashi's line theory is a theory with which to prove that it was created artificially for some purpose by proving it to be impossible to be created by chance or coincidence. There is one example about Mekakaba, the holiest temple for Islam.林博士のライン理論は、偶然ではありえないことを証明しながら、それが偶然ではない、つまり何かの目的を持って人為的に作られたものであることを証明する理論です。イスラム教の聖地、メッカ、カーバを例に挙げ、この動画の中でそれを考えてみたいと思います。博士林浜松 City, Japan.今日の動画はイースター島から始まります。皆さんをイースター島へ案内します。イースター島の緯度、経度に注意してください。イースター島です。このイースター島の緯度、経度はここに示しておきます。その半極点、つまり地球の反対側はこの緯度、経度ということになります。この赤い数字がイースター島の半極点ということになります。次に皆さんをブッダの生まれ故郷とされているネパールのルンビニに案内します。場所が先に決まっていたということです。これがルンビニです。続いて、イスラム教の大聖地、メッカ・カーバへ皆さんを案内します。メッカ・カーバのキューブの中心に点を取りました。これがキューブです。で、ルンビニとキューブの間を線でつないでみます。右がルンビニです。左がメッカ・カーバです。ルンビニとメッカ・カーバです。先ほど皆さんにお見せしましたイースター島の半極点はこの赤い点です。その赤い点はルンビニとメッカをつなぐ新直線下にあります。新直線下にあります。で、その半極点を見てみます。イースター島の半極点です。その半極点はルンビニとカーバをつないだその新直線下にあります。そのエラーは70数メートルです。70数メートルです。エラーゼロと見ます。注意深くご覧ください。これは偶然なのでしょうか?で、線を引くとき、少し技術が必要ですが、ルンビニと西回りにイースター島と線でつないでみます。この赤い線がその線です。その線はカーバ神殿の真上を通ります。カーバ神殿でのエラーは10メートル以内です。地球が楕円球体であるため、先ほどの数字とはやや違いが出てきますが、そのエラーはご覧になっての通りです。ブッダの生まれ故郷と言われているルンビニです。イースター島から線を引いてみます。右の黄色い線がそれです。その線はルンビニのランドマークを
正確に、正確に横切ります。もう一度やってみます。右から引いてきた黄色いラインに注意してください。この線は、ルンビニのランドマークを正確に、正確に横切ります。今度は反対側、メッカ、カーバから、このルンビニのランドマークに線を引いてみます。左から引いてみます。注意深くご覧ください。このルンビニのランドマークは、東西南北を示していると言われていますけども、1.1 度ほどずれています。もう一度ご覧ください。左から線を引いてみます。メッカ、カーバから引いてきた線です。つまり、ルンビニのこのランドマークは、東はイースターと西はメッカ、カーバを正確に、正確に示しているということになります。似たような例は数多くありますが、ルンビニに的を絞っていくつかの例を皆さんにご覧いただきます。フィルザバードです。直径が2キロもある巨大な遺跡です。現在は完全な廃墟となっていますが、道だけは遺跡と同じように長く残るものです。右の黄色いラインがルンビニから引いてきたラインです。このラインは向かって左側の道と一致します。つまり、このラインはルンビニの方向を示しているということになります。もう一度やってみます。この黄色いラインはルンビニから引いてきたラインです。そして左半分のラインと重なります。次に皆さんをカザフスタンのチェッセイ遺跡に案内します。この遺跡は私がライン理論に基づいて発見した遺跡です。ここには何かがあるはずだということでこの遺跡を発見しました。チェッセイの遺跡です。このチェッセイに向かってルンビニから線を引いてみます。右下の黄色いラインがそのラインです。このラインは向かって左側のチェッセイの遺跡の道と一致します。つまりこのラインは、道はルンビニの方向を示しているということになります。もう一度してみますから注意深くご覧ください。この縦のラインはキリマンジャロを示しています。それはともかくも、このチェッセイの遺跡には重大な謎が隠されていました。ついでですが、この間に薄いラインが見えるのがわかるでしょうか。まっすぐ上行けば北極、右の方行けばマガオ、インシュ、そしてクロスポイントチャイナ、そして下へ行けばモヘンジョダロ、そして向かって左側の方に行けばギザ、エジプトということになります。もう一箇所、大変興味深いのが、UK のサン・アッバスのジャイアントです。皆さんをサン・アッバスのジャイアントへ案内します。この丘の斜面に、奇妙なこのような絵が描かれています。この中心部に注意してください。丘の上ですから線が途切れますが、黄色いラインはルンビニから引いてきたラインです。そのラインは、このサン・アッバス・ジャイアントのあれをまっすぐに横切ります。つまり、サン・アッバス・ジャイアントのあれは正確にルンビニの方向を示しているということになります。
結論ということになります。冒頭で話しましたことを繰り返します。林浩司のライン理論は、偶然ではありえないことを証明しながら、それが偶然ではない、つまり何かの目的を持って人為的に作られたものであることを証明する理論ということになります。イスラム教の聖地、メッカ・カーバを例に挙げ、この動画の中でそれを考えてみました。メッカ・カーバのキューブです。大聖地です。そのメッカ・カーバのキューブは、ブッダの生まれ故郷と言われているルンビニとイースター島とをつないだその新直線下にあります。メッカ・カーバでのエラーはゼロ。キューブからのエラーは10メートル以内です。また、半極点とのエラーも70数メートルです。地球規模で考えるなら、これはありえない偶然ということになります。ありえない偶然、つまり、人為的にこのような場所、位置に配置されたということになります。これらの遺跡は明らかに人為的に計算され配置されています。それを証明するのが林浩司のライン理論ということになります。ついでに言うならば、ルンビニについてですけども、このランドマークはもともとこの場所にあったものと思われます。つまり、その後、その遺跡を利用して、現在のルンビニが決められたということになります。世界には、こういう、不可思議なラインが無数に走っています。そうしたラインを調べながら、つまり、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではない、つまり、人為的に配置された。もちろん、配置したのは人間ではなく、空を自由に飛ぶことができた人、すなわち、エイリアンとことになりますが、それを証明していくのが、林浩司のライン理論ということになります。こうした事実を見てですね、不思議だ、謎だ、だけを繰り返していたのでは、謎はいつまで経っても解けないということです。その壁を破るのが、ライン理論ということになります。それとも、皆さんは、今まで通り、偶然だ、ただの偶然に過ぎないと言って、こうした事実を見過ごしてしまいますか？後の判断は皆さん自身にお任せしたいと思います。サン・アッバスのこのジャイアントをしっかりと見てください。眩しいばかりのそれがここに描かれています。なぜか、もう一度皆さん素直な心で考えてみてください。バイ。